イングリッシュガードナーはアメリカ合衆国の陸上競技選手。短距離走特に100メートルと200メートルを専門とする。2013年に全米陸上競技選手権、大会100メートルで優勝し、モスクワで開かれる世界選手権への切符をつかんだ。この時記録した10秒85は、準決勝でバーバラ・ピエールが出した記録と並び、2013年の 全米選手権での最高記録かつ自身の新記録となった。モスクワの世界選手権では100メートルに出場したが惜しくも10秒97で4位となり表彰台入りを逃した。なお400メートルアールでは第3走者を務め銀メダルを獲得している。オレゴン大学代表として出場した2011年のパシフィック12カンファレンスにおいては11秒03で アメリカジュニア記録を打ち立てている。この記録は、アンジェラ・ウィリアムズが1999年に出した記録を上回っているが、まだ公認されていない。2016年リオデジャネイロオリンピックでは100メートルに出場、同種目の注目選手の一人と目され、決勝進出者8人のうち7人が11秒を切る、高レースの中で十秒九十四をマーク、七位に入賞した。 ありがとうございます。